ラプチです。ご視聴いただき、ありがとうございます。アイランドホッピング、続きやっていきたいと思います。まだね、なんか集まってないのよね。もうちょい。で。た、いくつあるやろういた。ちょうど水集まったから、ちょっと作るもん作って、 とにかく行っちゃいまーすよいしょ。行きかけのところ。行けるんちゃうかなもしかして、思うけど、これを、ここで、えいってしちゃったら、置けんのかいここで、えいってしちゃったら、爆発するんちゃう。よーし。 すごいね、ダイ,マダイナマイト。でもやめとこまだまだ爆発させなあかんもめっちゃ早い、めっちゃ早い。おぉ。えい。開けてよ、開けちゃうよーし、いけた。 ほら見て、綺麗だろ僕の部族が平和な生活を送れるチャンスなんだ。でも手に入れるのはそれほど簡単ではないようね。うん。何を手に入れるのこれ何をやどこどういうことこれ。もうね。おめでとうございます。交番を入手した。めっちゃ難しいわ。 こんな文字は見たことないわ。お母さんの翻訳でも大学の図書館でもすごいわ。それは古代の造形文字だよ。ほぼ消滅した言語。理解できるのはシャーマンだけだ。さあ、僕らの土地を案内するよ。シャーマンは交番を翻訳してお兄さんを探すのを手伝ってくれるよ。あ、そうですか。え、何ですか、これ。 アイテムを作成したり、農場で作物を収穫したりして、貯金箱をエネルギーで満タンにしようやってます。はい。終了まで。えー、おめでとうございます。探索者の報酬を受け取りました。そうですか。取る。はい。ありがとうございます。 大変よ、もう。後で、あとで評価するよ。めっちゃ面白いから。で、どこ行こうこれ。あ、ここへ案内してくれるんや。移動させる。着いたぞ。偉大なるシャーマンは僕たちが来たことを喜んでくれるだろう。あ、そうですか。 シャーマンとジョナさんが顔見知りだといいんだけど、もしそうなら彼の居場所を知ってるかもしれないわ。シャーマンが彼に会ったことがなかったとしても大丈夫だよ。精霊はすべてお見通しだからね。それは素晴らしいね。あ、おったおった。後ろ姿。この人ね。見てこれ拾うから。必要やから。あ、またシャーマンのとこまで遠いわ。つけるわな、こんな。 バイナンマイト使うたらもったいないし。いかにパワーを使わんといくかやね。こんにちは、シャーマンさん。昨日なんか被ったあるわ。お見事、そなたは目じられた通り、黄金の交番を手に入れた。いや、交番だけではないな。エミリーのおかげなんです。黄金の交番を見つけて、僕の命を救ってくれました。 おう、ならば儀式を見ることを許可してやろう。いや別に見たくないけどもやねん。聖なるトーテムも燃やすのだ。偉大なる聖霊の聖徳文を呼び覚まそう。この人ですかあ、よかった、持ったったよ。あ、いっぱいもらえた。 村人がこの儀式に立ち会う栄誉を与えられたことなんて今までないよ。私たちが初めてなのね。私もずっと興味があったの。定職に精霊が聞いておられる若者よ。質問を繰り返すのだ。い、い、偉大なる精霊、我々の住む島から貧困と悲しみを追い払うにはどうすればよいのでしょう。 精霊は交番の秘密の文章を通してお答えになる。我々が答えを知るにふさわしいか儀式のみ示す。よく見て私の指示に従いなさい。あ、そうですか。タンバリンシャルタンバリン。この世界における偉大なる精霊の光の絵を見つけるのだ。あ、わかりました。あの、今、光ってましたよね。 精霊はそなたが選んだ光のシンボルに沈黙しておられる。もう一度試しなさい。え、どういうことよ。これか精霊が耳を傾けてくださった。これついか。これか。これこれか。 この世界における偉大なる精霊の農場のシンボルを見つけなさい。緑やる、今度映精霊が見てくださった。精霊さん、頼ますよ。次何見つけたいんすかこの世界における偉大なる精霊の生命力を、化身を見つけなさい。化身か。これでしょ。うん、なんか。 精霊が語りかけてくださった、砂とたの武道は呪われた船から幽霊が消えて初めて反映するであろう。幽霊めっちゃ遠い廃線の海岸、船乗りの沈まらう魂の住み所、呪われた地。なんてむきみで謎めいた場所、偉大なるシャーマン、私にも精霊に質問があります。一つの質問、一つの答え、一つの試練。 精霊の意志に従うため、忘れ去られた会話へ急ぐのだ。そして初めてそなたの質問を聞いてくださるであろう、よそ者よ。悲しいわ。おめでとうございます。いけるの船の墓場いけるのじゃあ行きますよ。 骨の墓場へ行けってやるから。ああ、はいはい。ここ以下長いのか。わかりました。いかにして、こんなに使わんと、進むかやね。 なんとか入れた。なんかおる。好奇心、旺盛な生き物。ここ。はい、橋が壊れてる。板とロープがあれば修理できそう。ロープが作れんのよ。壊れていてよかったかも。対岸に死の絵があるのが見える。そこは死者の裂け目。靴の試練なんだよ。 それなら勇気を振り,り絞らなきゃね。この歯を修理手伝って。はーい。何もかもが足りませんわ。はい。これ何どうやってするののじょ行けって。待って。これ、待って。これどうやって作るののじょい、あ、ロープか。はい、のじょ行きますわじゃん。えー、っと。 ま、作れて待ってよちょっといろいろ調べるから。ここは何もないんやね。ワンちゃんついてきてくれるけども。えー、っと、またご飯ないんかい。大変よ、これ。いっぱいいる。ここら辺探してみる ありがとうございます。はい、ピースを手に入れた。手に入れた。ピース揃った。写真のピースを全部集めることができてすごく嬉しいわ。あなたには子供の頃の大切な思いととかある、ハリソン。大切、うん、俺にとって全て捨ててきた。 その力こそ大切なものだ。写真をつなぎ合わせてみたらどうだい完成した写真を見たいな。はい。ここやろ。えっ、ー、と、これはここ。お、お父さん。こうや。よいしょ。てってで,で,でん完成した これは私とジョナさんとおじいちゃん。おじいちゃんの屋敷にある主催だわ。おじいちゃんは昔の民の話をよくしてくれたものよ。大好きだったな。それに、地球儀は、親愛なる妹へ。あら、紙切れがあるわね。ジョナさんの筆跡だわ。親愛なる妹へ。残りはどこに行ったのうーん見て、ハリソン。手紙の残りの部分よ。あの子が持ってる。捕まえなきゃ。そーっと。 そんなにめっちゃ速いスピードに逃げてた。きゃ驚いたじゃない、ハリソン。相手はサメじゃないのよ。私だけじゃなくて、あの子まで驚かせちゃったじゃない。どこ行っちゃったのかしらどこ行っちゃったのよ。あら。おーん、は <laughs> はいい。入ってた。 お願い起きて午後のお昼まであと1時間はあるでしょ家の中にいるあの子を捕まえましょう。あの子から髪切れを取り返せるかもしれない。わかりましたお。おったおった。遊んでほしいんやね。このいたずらっ子は手紙を渡そうとしないわ。アリソン、この子の気をそらしてくれるあなたに気を取られてる間にこっそり近づくから。 そん、ちょっと。お生きむくじャラの泥棒、来たぞ。捕まえて。よいしょ。まあ、逃げられてる、行ってる、行ってる、あっちへ。言ったとり逃がしちゃった。こっちへ向かって笑ってるわ。あら、どこ行ったのかしら。前は階段に気づかなかったわ。階段行こう。 あ、すごい。この部屋は一体何何でもいいけど長居はしたくないね。ここは暗すぎて何もできない。犬がジョナサンの匂いを嗅ぎつけたら彼が私たちをここに誘い出し込んだ、え彼が私たちをここに誘い込んだのはそのせいかもしれないわ。それにしても手紙をどこに隠したのかしら。小さな捜査さん、捜査官さん教えてくれない そいつが雲にあげたんじゃないかあんたの秘密を全部読まれちまう前にキャンドルに火をつけてマリを探した方がいいぜ。キャンドルなんかいるみたい。キャンドルキャンドルよいしょ。 火がついた。素敵。本物の秘密の部屋だわ。推理小説の序盤を思い、思わせるわね。ジョナさんはここに何を隠しているのかしら。推理してみようで。きっとジョナさんはここのゴミの山を隠してるんだ。ここはきっと何か特別なものが隠されてるはずよ。ジョナさんは子供の頃から私のためにちょっとしたミステリーやパズルを用意するのが大好きだったの。迷惑よ。どうやら我らがよって ツアのシャーロックが何かを見つけたようよ。早くゴミの山を片付けて秘密を知りたいわ。はい。片付けます。はい。あ、花火。ちょっとした工夫で空間が変わるなんてすごいわよね。子供の頃にここに来たことがあるような気がするけど。 でも、俺が育った場所はここ以上に掃除が必要なとこだったで。なあ、封筒が床に落ちてるけど、探し物はあれじゃないか今日めっちゃ寒い。寒波やもんね。そうよ。あれこそが探してたメモだわ。早速読んでみましょう。ワンはい。うん、これはジョナさんからの手紙ね。私宛の。なぜ送らなかったのかしら 親愛なる妹へ、いつもお前のこと思っているよ。お前が何よりも世界を旅し旅して回っていることに情熱を燃やしているのは昔から気づいていた。両親だって気づいているさ。きっと理解してお前の旅立ちを許してくれるよ。おじいさんの書斎を覚えてるかあれにそっくりなお部屋をお前のために作るよ。できるだけ早く来てくれ、ジョナさんように。すごいわ。ジョナさんらしいわ。私のためだけに部屋を準備するなんて。 きっと他にもたくさんサプライズがあるはずよ。掃除して改造を終わらせましょう。さて、どこから始めようか。壁を塗り、壁を塗りましょう。材料がたくさん必要になるな。配達をいくつかすれば簡単に修理コインを手に入れられるぜ。あ、そうですか。これ何や。家の修理を続けるには修理コインが必要。配達完了させて手に入れよう。配達。 いろいろすることあるあーこういうことね作れるよひもよいしょやっと わあ、できたー。よいしょ。よしよし。紐作るよ。まだできたー。やったロープ工場が完成。これで紐の生産を開始できる。 ところ。もういる。よしよし。いっぱいいるで。これもういっぱい作っとかな。 とりあえず、なんじゃこりゃ。これ何やいやいや。家の中、整理。えー、っと、どこ整理するこここれどこ整理するあ、これね。はい。OK。足りんのもしかして。どんだけ まあいいか。ぼちぼち貯めるか。はい、配達。配達。パンある。パンあるし。トウモロコシか。またはファームハウスの街道を続けるのに十分な修理コインを手に入れた。中に入ろう。 おもろこしをね、さっき育てますわ。トゥコイン。面白くなってきた。壁を生まれ変わらせるわ。はい。よし。見違えたわね。 見てよワンちゃんも綺麗になって喜んでるわ。子供の頃は掃除が嫌いだった。なんて言ってるあなたと大違いね。俺には一応分も自分の部屋と呼べる場所がなかったんだ。時間がある時は外をうろついてたしな。嘘汚れた穴だらけの寝床を掃除する気になれなかったよ。まあ、ハリソンごめんなさい。そんな苦労し暮らしをしてたなんて知らなかったわ。先から言うあるのに。それじゃあ体を温めましょう。暖炉を掃除して薪を燃やすのよ。 いいのめっちゃ、周りある。次どこ掃除するの何ですかはいはい。すごい、家の周りを修理すれば、するほどたくさんの装備者、トークンが手に入る。トークンが多いほど報酬の価値も上がるんだ。見てすでにリストに最初の項目が載ってるよ。うーん。

だいぶ温まってきたわ。ここも居心地が良くなってきたわね。あなたが小さかった頃のことは本当にお気の毒だわ。だけど、今、私にはこの家があるんだし、あなたもここにいていいのよ。ありがとう。ここは暖かいね。その日が燃えてるしね。お腹が空いたわ。あなたはどうここにテーブルがあるわ。残りのゴミを片付けて、ちょっとしたティーパーティーをしましょう。そうなんいや、ちょっとしたティーパーティーする なんかいっぱい。あ、モタリンって。よいしょ。こに過去片付ける。 この時計おじいちゃんのところにもあったわ。あとはここ当たりない。いや、戻ろうか。これ何はい。枝豆。でもね、枝豆 枝豆さんね、ちょっと鳥さんのご飯作らなあかんから、あが少ないよね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。直しちゃう。だんだん直ってきたよ。 あとはユーディ。これか。あと、板をあと 2, 2、3枚使えばいいわね。はい。まあ,あ、慌てんと行こう。 今もね、まだ出来てないからね。よいしょ。ちょっと修理。よいしょ。あともうちょっと、あと一個。修理。ここやね。片付けれるかないけた 綺麗になった。ジョナさんの手紙におじいちゃんのゴータクのこと書かれてたか、書かれてるけど、これには理由があるはずよ。二人とも子供の頃はあの家が大好きだった。リビングルームには大く台のテーブルがあって、家族みんなでそのテーブルを囲んだものよ。ハリソンワンちゃんが何か伝えようとしてるみたい。 人間でも犬でもみんな食べ物を見れば由来を垂らすのさ。あっと驚かしてやるで。大ハンマーと木材を使ってさ。さて、このテーブルを生き返らせよう。生き返らせるいけた綺麗になったいけるよし最高のテーブルセットを用意しよう。足りんわ。 よいしょ、戻ろう。これで、生き返らすことができる。よいしょ。よーし。素敵。それじゃ椅子を並べて。 美男にぴったりの場所になったわね。でもおばあちゃんはいつだって人、人はお茶なしで美の進化を理解できないと言ってたわ。彼女の信念を試してみない俺が歌物っ子で喜ばなかったのはそれが理由だと思うのか母、冗談や。お茶をもらおうよ。ちょっと待って、ハリソン。大事なシャーロックを汚れたラグの応援に寝かせるわけにはいかないわ。ワンワンワン いけ、もう足りないわ、また。戻るわ。よいしょ。よし。これでいけるでしょう。どうでしょう。はい、きれいになった。あの子を見て、とても嬉しそう。大きなディダーテーブルを囲んで、家族全員で食事をとるのは、こ、子供の頃から大好きだった。食べ終わったら座って本を読もう、うん。このレジャーエリア、荒れてるわね。きれいにしましょう。 まあ、いっぱい直すとかあるわ。戻るわ。よいしょ。よいしゃよっしゃばっかし言われるけど。よいしはいよ。どんどん掃除していくよー。よいしょ。どうでしょう。よし、居心地の良いレジャーペース。ないんだよ、ないんだよー。 紐ももまだできんしね。どん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 ね、広がってきたかな。はい。いっぱいね、作らなあかんのがね、出てきたよ。あ、レベル9になった。よかった。素晴らしい。 おじいちゃん来た。まったくお天場じゃな。わしがやられてしまうとこだった場合。危なかった。丘や谷を駆け回,回って、ヤギ屋を追うにはちょっと歳を食いすぎたの。ヤギ来たよ、ヤギ。このヤギはお前さんの兄さんのお気に入りだ。わしらに預けていったんだが、こんなに厄介とは聞いてなかった。ありがとう。農場でなら木と落ち着くはずだわ。頑丈で素敵なフェンスを囲んだ小屋を建ててあげなきゃ。 お犬様用の小屋なんてどうだどうせ出て行かなきゃしないんだろだったら少なくとも邪魔にならないよ。こいつの場所を作ってやろうぜ。見て、すでに鶏小屋に目をつけてるわ。コギーの犬小屋のデザインをちゃんと考えててよかった。何ですかヤギー。どこへ立てたるヤギー。 ちょっと開ける急いで急いでなんて奇妙な鍵穴一つじゃなくて複数の鍵が必要みたいそれともこの鍵の半分というと半分そうだわ農場の樽にあった鍵の断片あれが鍵穴に合うかも試してみよう 大広まったどうしてジョナさんはあの建物が必要だったのかしら瓦礫からしてここに竹を保管してたっぽいな。 なるほど。これは小屋を修理しましょう。そうすればあなたが材料を保管できるようになるわ。俺がよいしょ。とっても頑丈な小屋ね。私の計画にも竹がいくらか必要だし、私は注文を片付けてる間にいくつか集めてきてくれないいいよ。ただ探すのにちょっと時間がかかるからな。 はーい。天気。武ュ取りに行かせよう。はい。回収して。はい。ところでね、ヤギちゃん小屋をどこに建てるの あと、リカコここへしとっかとりあえず。はい。はい。はい。キャラクターって離せんて。よいしょ。 まだ、いっぱいいるわ。ちょっと家直していこうかなはい。よいしょ。あとは なんていい匂い。まあ、だんだん治ってきたね。ルデまだまだしなあかんね。いっぱいあれ注文を受けなあかんね。うん。 だまだよね。はい。今日はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。ヤンビビでした。バイビー。紐も出来てきたし、次は古代あそこ行ってみようかな。箸作りに。バイビー。